センターとか2枚で動くケースかな、あの調べやってないけどボールサイドのカイトス上がってとか、ここまあ上は上が上したりとか、まあ、当然ここ2体絡んでるんやけど、あの外の3人が、外からドライブ仕掛けていく、まあ、ここ広がっててもいいねんけどね、そういうののが中心やねんけど、でもう一個だから最近その相手がレベル上がっていくとこうリアから始めたりしてるのが、これはまたどういう攻撃パターンかっていうと、その相手のセンターがこうセンターについてる人が2人センターが2人だけだとかしたら、あのセンターの人を例えば引っ張り出してで、小さい人のところで飛び込んで勝負するとか、だから2人が外で3人が動いていくっていうパターンと、で、もうちょっと高度になってくるとワンガードでこっち側で例えば2人がスクリーンを使って、で逆にまあ3人になったりするこの2人が基本でこう飛び込んでいったりとか、4人がそのボールに飛び込んでいくっていうこと、2人、3人、4人っていうことがあるんだけど、まあ、あのその4人のことは置いといて、今日はこうこっちでもいいし、まあ、こっちでもこういってこう飛び込んでも構わへんねんけど、3人がこう下へ飛び込んでいくということと、上からドライブ仕掛けるっていう、2人か3人かっていうことな、今3人のパターンのここの練習をしててんけど、今度はだから2ガードとこう、まあ、3フォワードみたいな形なった時のこの3人の練習やねんけど、こういってこういってハイに飛び込んだりローに飛び込んだり、まあ、あとスクリーンに来たり面取ったりっていうことやな、いろいろあんねんけど、今日松本そこやねんな、で面取ったらええのか、僕もハイ上がったらええのか、基本的にはまあ広がり逆サイドなんでかって、ここにおるとディフェンスが寄っちゃうから広がるんやけど、飛び込んでくるのと飛び込んでくる、でそこにボールもらってそのままターンシュート、そのままディフェンスが出てきたらドライブいう方が多分うちの強みが出るディフェンスが取りやすいんで、ガチガチ面取ってゴリゴリやってほしいねんけど、それはサイズ的にとか幅の問題があって、あんまり得意な選手が今はいない、今はいないんで、そういう選手ゴリゴリ好きな人おる、岡本ぐらいかゴリゴリ好きな、あれ岡本好きやなゴリゴリあと俺へんゴリゴリ好きなやつ、俺も好きやろ、結構好きじゃない、頭好きやろ、いや、そう嫌いな人手挙げてみ、柔道とか頭嫌いやばい人、はいはい、いや、結構好きやわって人、そうやね、それはそれでまた長所やね、だから戦うのとか好きやねんな、だからそれ、あのコーチもその長いこと気がつけないんだけど、それゴリゴリはいやいややってると思うやん、嫌いな人からしたら、違うの、好きでやってる